ラッキーボーイ、ということで、フーハヤーです。まあ、前回、ぼっち回避ってやったじゃないですか。あれがね、ちょっと思いのほか好評で、ぼっちが多かったのかな。ということで、今回はこのラッキーボーイっていう、まあ、多分、この少年がラッキーなんだろうな。なんか、運がいいことをすればいいんだ。100円入れて、まあ、多分これも、前回みたいにアイテムを集めて、入れるっていう。これのラッキーは、お金がない。だけど、ここの自販機に、100円が入、あ、100円じゃない。10円が入ってるね。だから、これで、130円にして、で、これで、あ、ポッケに入れられるんだ。で、これにポッケの中に10円が入ってることに気づき、で、これで飲み物が買えると。いや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 、買わないんかい。ということでね、早速、やっていきたいと思います。あー、今のが1ステージ目か。どうやら30ステージぐらいあるっぽいね。ってことで次、ちょっと待って、俺ね、これね、似たゲームをやったことがあるんだよ。っていうのも昔に出したイケボーイっていう、なんかイケメンな行動をするっていうアプリで、まあ、これと似たシチュエーションをね、やったことがあるんだけど、ちょっと待って、ラッキーボーイってことは、いや、これ傘持たせていいのか？どかせた。これどういうこと？傘が取れる。持つか。じゃあこの黄色い傘絶対なんか意味がある。ビニー、いや、でかいんじゃない？この黄色の傘は、二人入る後。だから、三人で帰れるんじゃないか。ほら！いや、この女子の間にあった傘、俺が盗んだだけだけどな。大丈夫？これ。いや、これ、ラッキーなんだ。これでいいんだね。はいはいはい。さあ、ステージ3、ゼリー争奪バトル。なるほどね。これ、給食のデザートのゼリーを、じゃんけんで、勝ったやつがもらえるってことだろうな。きっと、何やってんの？でも絶対、おーっと、写真撮っちゃった。いや、こいつらだんだん寄ってくるぞ。いや、今回、この女子たちがキーになるかもしんない。どういうこと？何？なんか映ったことで変わった？なんか変わったんだけど。ちょっと待って、よくわかんないけど、なんかこの写真に映ることでなんかいいことがあったんだな。普通に勝ったわ。何の効果だ？ごめん、全然わかんなかったけど。ラッキー。これこそラッキーだな。ステージ4、トイレの神様。これなら俺もね、会ったことあるわ。いや、これね、めちゃくちゃ辛い状況だよな。俺でもね、やばい時って大体空いてるんだよな。待って、これ早くしないと漏れちゃうってやつか。いや、待って、やばい。これ、いや、確率ゲーかもしれない。うわー、アンラッキー。これただのじゃあ3分の1ってことか。ズボンの色が一番左の人だけ違う。ということは、つまり、ダメかよ。ってことは、あと一番右だけになるけど。どういうこと？いや、なんかが必要なんだな。バッグの中、なんか入ってない？お、ティッシュ？お前マジで？まさか。投げられるんだ。やばい。ここじゃないんだ。トイレットペーパーがなくて出てこれない人がいるんだ。ここだな。そういうことだったのか。急げ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 。このね、開いたって瞬間が一番油断しやすいからね。これで、大丈夫っぽい。なんでそんな隠れてんの？なんでめっちゃ真っ白い。どういうこと？なんでアンラッキーなの？わかった。これさ、さっきさ、トイレットペーパーがなかったんじゃないかな。だからこの人が開いて、ここで行ったと思いきや、ここに、ちょっと待って、もっと、トイレットペーパー取って、で、ここに投げ込む。はい。おー、なるほど。これちょっと難しいかもしれない。もしかしたら。すごい、何段階かあったな。これラッキーなのか。さあ、ステージ5。ゲームおねだり。これめっちゃ面白そうだな。どういうこと？スイッチが買いたいってことだよな、多分。3万円って書いてある。まあ、どっか押せ。いや、待って待って。やばい。これはダメだ。これはダメだから、なんかさ、この右上のこのゲームのところ、取れた。取れたぞ。これ？なんか流れるね。これで？このアナウンサーじゃねえ。店員さんがどっか行っちゃう。そして、なんかイケメンが来た。だから、今、ダメなのか。今のうちに、なんかちょっと、おしゃれして戻ってきたね。で、今のうちならなんか買ってくれるんじゃないの。で、これでさっき、わかった。ここで、これを持ってくるんだよ。
そうしたらさすがに引けないんじゃない？ほらこれで4万円から…あこれは騙されてる、これは騙されてるぞ。ラッキーだ、まあ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 主人公にとっちゃラッキーだな。ごめんな母さん。さあステージ6、卵の中身は、あーラッキーってことは2個黄身が出てくるってことか。え、ちょっと待って、いやーやばい、これちょっとひび入ってる卵と、いやこれの下になんかない、ほら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 、なんかえこれ色違くない？これ明らかにでかいよな。だからこれを持とう。え、ほら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 、なんて言うんだっけこれ、ニセーランだっけ。え、うわー早っ、今完全に分かってたよね。さあステージ7、幸せの四つ葉探しということで、いや俺もよくやったな。あこれ虫眼鏡を、いやちょっと待って、なんか拝借できねえか、テントウムシ、え、で待って、テントウムシ、いやあこの少年のカゴに入れてみよう。ほいほら、これで虫眼鏡、いやこれ、いや普通に盗んでるけど大丈夫か、なんか見つけられるか、これでどうやって見つけられるんだ。え、あここら辺にあるかもしれ、あったあった、四つ葉のクローバーあったわ。はいはいはい、え、クリアだよねこれ。はい、オッケー、うまくなんか人を使えるようになってきたわ。ステージ8、雨上がりにご注意。あーこれもわかった、多分車の水しぶきをまあどうにかして避けるんだな。あー、え、これで待って、何がある、え、ポストあるからこれ当たらないんじゃない。ああ、靴ひもがほどけた今、だからこれでスタートすれば結ぶ、終わり、おおなるほどね、さらに100円拾ったんだな、それはラッキーだわ。さあステージ9、モーニングッドな占い。なるほど、目覚ましテレビのあの7時59分ぐらいの占いな。まあでもこれやってきて思ったんだけど、意外とその状況が分かってれば簡単だよな。で考えすぎない方がいい。でこの主人公はきっと獅子座ということで、いや、それが取れる、自分の星座を変えるってことか。なんかある、星座の、星座ってなんか食べ物であったっけ、魚座、魚とかない、え、あ、え、なんか取れちゃった、え、あ、テレビの中に入った。次は星座占いです。まずは12位、獅子座、いや12位かよ、危な、待って、あ、今日一番のラッキー星座はカニ座だから、あーなるほど、獅子座をここに当てはめとけばいいんだ。そしてこれでなんか、あ何でもありだなマジで。ステージ10、漫画の続きが読みたい。いやこれはね、よく俺もあるからわかるはず。はい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 、2巻が欲しいと。あーこれ待って、さっきみたいに、あ、いやこの中の吹き出しの中のやつは取れないっぽい。いやここね、多分上の本を触ったら終わりな気がするんだよな。あ、これで注意させて静かにって、でこれ外が開くようになった、多分これドアに、ほら開いた、おい、あー返してきた。それでここの5つにはないと、ん、あ、いやこれ返却口に置いてたのか。はい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 、全く俺こういう状況にはなったことないけどよかったわ。ステージ11、アイスの当たり、これはねなかなかレアよ、というか俺も全然当たったことねえな。え、なんかめっちゃ腹壊してる子いる、大丈夫か、ちょっと待って、こいつを守ってあげよう。な、え、え、あ、え、な、おばちゃんすげえ怖い目でこっちのこと見てる、すごいすごいすごい、なんかヨーヨーの技がすごいことになってる。え、どん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 、これハイパーヨーヨーじゃね、え、あ、やばい、外れになった。あー時間制限があるパターンだ。え、だから待って、これ上にあったね、あ、この中、胃に効くぜ、胃に効くぜか、なるほど、だからこれをあげるんで、腹が治ったらこの中何が入ってる、これまた食べていいの僕で、これでこっちもどっちとも食ったら、あーやっちゃったね、まあ、何でも一人でしようとしない方がいいんだな。だからこのアイスを食べさせる陽キャに、陽キャ早い、当たりー、さすが、これで、どういうこと今食った棒を俺があげたの、なんかそれ不衛生なんだけど。ステージ12、ホームランボール、
なるほど、このホームランボールを取りたいってことだな。右上に自分がいる。ちょっと待って、これなんかしなきゃいけないんだな。で、はい、こっちに行って、いや子供がいるか、子供が取れた、隣に置くってこと。いやこれね、ダメな気がする。あ、待って、これめくれる。ニコニコパートナーから安心安全ホームラン。お、バットとボールが取れる。だからバット、え、あ、バットが取れた。あ、これがホームランバットってことか。だからこれで、じゃ あやめやめ、あぶな、ボールを投げさせられない。あ、これで、お、これで、うわー、すべてキャッチしやがったこいつ。え、でもいいよね。あー、よかった、これでいいんだ。さあ、ということで13ステージ目、ココホレ1は、え、昔話的な、いや普通に現代、ただココホレってことじゃないよな。お、すげえ、犬の名前がラッキーだ。え、でもそんなことない。いや、え、バナナ埋めろってこと。え、逆、あ、冷蔵庫、水、え、ちょっと水渡してみるか。くんくん、え、なんで変わったの。え、これバナナはどうなの。いやー、これ確率ゲーじゃない、かなり水かバナナだと思うんだけど。いや、これ待って、ちょっといい、やり直して、ここなんじゃない、最初の。え、え、あ、いやでもなんかそんな、え、どっから10円取れた今。どっから10円取れた。じゃあ10円だわ。そう、金の匂いを嗅がせて、ここなんだな。え、どっから取れたかマジでわかんないけど、ここだな。え、あー、へそくり、へそくり取っちゃったよ。すご、そんなことできんだ。14ステージ目、学校に行く。え、わかんないな、状況が。いや、もしかして、これ待って、コンセントつなげろ。で、電話に出る。今日は学校ないぜって。あ、陽キャだ。あ、台風だから学校がない。え、すげえ、なんか俺この能力すごくなかった。一番早かった今のが。そして15、全力駆け込みバス。なるほど。え、あ、いやいやいや、いろんなところが問題だろう。ちょっと待って、これスタートじゃダメだ、何かしなきゃ。まずマンホールは閉めて、ドアが開かないか、いろんな、おっと、ん、これ大丈夫、取って、なんか取れるのないか。ん、あ、あ、裾めくれたね今。これで転ばなくなったのかな。ちょっと待って、これ取っちゃいけなくない、これ取ったらバス止まんない気がするんだけど。まあちょっと一回行ってみるか。え、ダメだった。あ、待て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 、ここなんか丸が開いてる。だからここ、あー、たまに出てくるんだよね、このシステム系が。まだ止まります、そんなボタン見たことないけど、まあ一応押しとこう。で、それでスタートだな。どうだ、うわ、これちょっとむずかったな、一番悩んだ正直。まあでもね、このシステム系はね、もうあんま出ないと思うんだよね、一回やったら。結局パジャマなんだ。16ステージ目、流れ星ミッケ。これはガチのラッキーだな。ちょっと待って、これなんか、え、ヘビがいる。あ、やべ、絶対押しちゃいけないやつだ。え、やばくない。え、あ、これは罠だ。あ、袋なんか顔の向きが変わる。いや多分ね、この向きが大事になるんだけど、ちょっとじゃあヘビ側の方を見とこう。これでスタートさせたら、おっと、あ、襲われた。あー、なるほど、そういうことか。待って、ってことは袋をこっち見させてヘビ押せばいいんじゃない。お、そういうことか。これでさ、流れ星見れんじゃね、ほら。あー、ゲームがもらえますよね。ステージ17、噂のクレープ屋。いや、なんか一人で行きたくねー。これ待って、右側になんかある。おーっと、いや、これはおばあさんを助け、どうやって、あ、違う、やばい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 、めっちゃクラクション鳴らしちゃった。なんか俺が持ってないか自分で。あ、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 なんか取れた、セグウェイじゃんこれ。だからおばあちゃんにあげる。マジか。でもこれは俺のためになるのか。え、なに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 、おーっと、新しいクレープ屋が来た。だからこっち、おお、しかも美人だ。多分こっち並び続けてたら買えなかったんだろうな。よーし、ラッキー。
いや、お前も並びに来るんかい。ステージ18、大物釣り大会ってことで、まあ、さっきみたいに、いいことをすればいいことがあるんだよ。ほら、なんかこれ友達、ほら、フックに引っかかってんじゃん。取ってあげようぜ。はい、取ってあげる。いい人になれ。おい、マジか、お前。ちょっと待って。おい、落ち着け。おい、裏目に出た、思いっきり。あははは。いや、ただこれ助けるのが必ずしも悪いわけじゃないと思うんだよ。待って、カモメを飛ばして。いや、このカモメ絶対なんかあるよね。でも、おい、どういうこと、どういうこと、カモメにこれ魚をあげてるんだ。あ、なんか下に行けるわ。なんかあるわ。カジキマグロか、これ。わかったわ、カモメ2135って書いてあるじゃん。これ順番だ。これで真ん中が1、左2で、右が3でやったらいなくなる。そしてそれでこの陽キャに釣らせる。そうすると魚がゲットできると。あ、それをここにかければいいのか。なるほど。むずくない？これ来るかな。さっきのカジキマグロ見て、きたー。やばいやばい、これは手伝ってくれ。これで来たんじゃね。おー、やっばちょっとめっちゃ頭使ったわ。さあ、19ステージ目、まだまだ食べたい。あ、これは夏祭りかな。なるほど、お金がない。そしてなんか左になんか困ってる人がいるね。髪止めをなくしちゃったのかな。あ、リンゴ飴、あ、かんざしみたいな感じでリンゴ飴を刺せばいいんじゃねっていう。本当に言ってる。あ、待って、あ、なんか取れた。金魚すくいのなんかルーペみたいなやつが取れたんだけど、とりあえずちょっとありえない方を持たせる。あ、なんかあるわ。あ、見つけたわ。これだよな、多分必要なもの。だからこれをファイトつけてあげる。そしたら、これさ、やっぱさ、自分で渡すのが大事なんじゃね。これ、あ、ほら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 、自分で渡して、これでリンゴ飴を買ってくれるのか。どうも。なんか俺普通に取ったけどね。それじゃダメなのかな。ちょっと一回やってみようぜ。はい、どうぞ。はい、これでよくない。なるほど、そういうオチだったんだな。ステージ20、ルール無用の徒競走ってことで、俺が亀役なんだな。ウサギと亀とカッパがいるけど、何かがいる。おっと、人参ってことは何、ウサギが出てくんのか。これなんかないかな。あ、待って、このカッパ、あ、ジョウロが取れる。これで、あ、待って、この隣の農園かってことは、あ、これちょっと待って、もう一回やり直すわ。だから、これでジョウロを、あー、使えた使えた。なんかちょっとでかくなってるな。これでめちゃくちゃでかい人参を、もう一段階いける。あ、これで、いや、俺かよ。この大きさが最大だ。で、これを、ウサギにあげればいいんだ。そうすればなんか腹いっぱいで走れないみたいな感じだね。おはははよかった、これでいいんだな。おっそーそれもう消化しきってすぐに逆転されるんじゃね。あ、勝ったんだ。さあ、ステージ21だね。今日はお刺身天国。あれか、特売か。タイムセール開始まであと30秒。やばい、なんかしろってことだな。いや、こっち何があるのかわからん。タッチしても何もない。だからこっちでなんかをやる必要がある。やばいやばいやばい、めちゃくちゃ時間使われてる。今ので10秒使ったね。待って、国産ステーキとか多分まずい気がする。肉野菜で、あと10秒どこに使うか。いや、これステーキ食っちゃ終わりだ。あ、なんかラッキー、なんか超ドアが開いたんだけど。で、半額シール貼られて、今だ。なにー勝てねえよ、そりゃ。主婦怖っ。あ、待って、あ、これ何回もドア押せるわ。だから、なんか誰か出てきたんだけどイケメン三河ひよし、なんかに似てるな。これで主婦たちが向こうに行ったので半額が取れると。そんなことあるか。さあ、ステージ22、運命のお年玉ゲーム。これはめちゃくちゃかかってんね。1万円、あ、違う、5000円か500円が入ってるってことで、いや、これはね、どっちかじゃないんだよ。どっかに必ずもう一個の別の何かがある。いや、この巻物の裏だ。なんかあるね。1個目、さらになんかどっかにボタンがあるはず。みかんはめられるとか。いや、待って、おじいちゃんにあげる。違う、自分で食う。違うか。あ、わかった、ここだ、鏡餅だ。はい、出てきて、
最後どっかのボタンだな、押せるとこ押してけ。おじいちゃん、おじいちゃんそこだったか。はい、これで、いやおばあちゃん、あ、釣り替えてくれたんだ。これで、え、これでいいのか。じゃあ左の方もらいます。え、あ、これでどっちも5000円になってたのかな。すげえ、おばあちゃん優しい、ありがとう。ステージ23腹ペコ吸血鬼、どういうことだ、わからない。いや、こいつは友達だから血吸っちゃあかんだろう。で、これは7時ってことは、多分ね、外は朝の7時なんだよ。だからヴァンパイアって太陽の光浴びると死んじゃうので、おっと、ニンニクか。でもニンニクって、あ、ダメなんだ。あ、そうだ、吸血鬼ダメなんだ。待って、こっちだけ、あ、こっちだけ開ければ大丈夫だ。で、傘ゲットして、傘でこっちも開けられる。へえ、吸血鬼って日光を傘で遮れるんだこれトマトだ。で、これ食えばいいんじゃない。あ、違う、わかった。これをさらにトマトジュースにするんだ。それで、ま、なんか血っぽいからこれ飲んでお腹いっぱいにするんだ。あー、大丈夫、え、それ大丈夫か、日光。あー、大丈夫っぽいわ。ステージ24、斧を落としただけなのに。あー、これ欲望出そうだな。はい、斧落としました。普通の斧だよな、これで。なんか金の斧とか言っちゃダメなんだよ。で、これで、おっと、これは、いや、これ金の斧取っちゃいけない気がするんだよな。どうしよう、寝ちゃったね。ん、あ、ドアが開いた。女神のいい家だから、え、女神の家になったね。よくわかんないけど、これで起こせるんじゃない。で、そしたら届けてくれると。え、起きる、起きた。あ、いい家が取れたんだ。なるほど、だから金の斧ですかっていう時にいい家って言えるんだ。だからイエスをいい家にできる。あー、拒否権がゲットできたんだな。おい、やっぱね、正直者がいいと。へえ、これおもろいな25ステージ目きたー。またこういう学校系な。いや、でもね、だんだん慣れてきたぞ。さあ、これ色物仮競争。え、ちょっと待って、これ絶対何か隠されてる。いろいろ隠されすぎててわからん。いや、まず何かを取るべきだ。お、メガネ取れた。はい、ん、メガネはつけられない。いや、もうこれ何かを取るしかない。赤色いってみよう。ハート、なんでそんなに自信満々に。やめとけやめとけきつい見てらんないいや、でもこの一番左の何かが抜けてるんだよ。どっかにあるはずなんだよな、多分。え、ちょっと待って、これこれを、わからんてなんかカメラで撮るとか書いてあったんだけど、わからんて、そんなので、これでこれを置けばいいんだ。で、自分で自らこれを広げて、で、それいたからと、いや、わからんてピースしてたから写真撮ってくれよっていう感じなのかもしれないけどいや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 、初めてね、わからなかった。さあ、26ステージ目、捨て犬おねだり。あー、これはなんかいい話なんだろうな。どうした、これで、お、いいね。俺は雨に濡れて帰る。そして、あー、風邪ひいちゃったこれはちょっとどうすればいいんだ。なんかが、なんか雷あった。待って、雷、いや、これちょっと時間を経たせればいいのかもしれない。あ、これで、待って、なんか入ってるだろう。おー、来た。これで、はい、電話する。誰に電話するか。おじいちゃんだったら犬を許してくれそうだな、多分な。どうだ、優しそうだしな。お、あー、大丈夫っぽい。あ、おじいちゃんがお願いしてくれてるあー、オッケーです。なるほど、多分今真ん中の人だったらダメだったら。さあ、27ステージ目、テスト100点満点だって。おもろそう。もう結構終盤までいってるな。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい、いろんなやつらがいすぎてる。これどう、この紙飛行機、どうした紙飛行機落としたら魂抜けたんだけど。え、どうした、めっちゃ、なんで主人公はワクワクしてるんだこんなにも。ね、あー、俺がタップすることで、やばい、俺が魂を抜き取ってる。いただくぞ秀才、その魂いいのか、
一番できそうなのはこの秀才だもんな。なるほど。いやでもやっぱこれは秀才の魂だな。行こう、行け。え、いや思いっきり魂が映っちゃったんだな。いやだからこれは今分かった時の顔かもしんない。そのまま行こう。いいんじゃない。え、これさ40点以下居残り2点。何も分かってねえじゃねえか。しかもその隣のちょっとチャラいやつが頭いいっていう。待って、え、消しゴム落ちた。え、やばい、なんか先生来た。え、どういうこと。先生を倒せばいいんだ。ほら、あーなるほど、消しゴム落とせば先生が来てくれる。そしてその先生の魂をいただく。よし、これでどうだ。まあ多分、え、でも体育教師っぽく見えたけど、まあ、あーやっぱ先生は頭いいんだな。よかったいやよくねえよステージ28、スカイダイビング。これ待って、運悪かったらすぐで死ぬぞ。まずい、これ待って、何かしろ。浮いて、はいはいはい、なんか取れて、待って、パラシュート作れるんじゃない、これで。で羽取って、羽羽、いや、あ、羽、あ、あ、待って、なんか天使の輪っかある。いや、おーっと、なんか天使の輪っかできたけど、いやまだこれで飛んでいくには早い。これ本当に天国行っちゃいそうでやだ。これ俺パラシュートがあると予想する。全然アイテム出てこなくて逆に不安なんだけど。待って、あ、まだある、縄がここのタイトルの下にあったわ。そしてできました。で早めにするといけないんだよな多分。ここら辺でドンと、はい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 。え、いいんだよね、耐久力大丈夫。あーよかった、なんか落とし穴かと思ってビビったけど。さあ29ステージ目、これラストの1個前ってことだな。パラペコバレンタインデー、いやなんかこういうのさすごい見てて恥ずかしいから。ちょっと待って、お、やっぱ陽キャモテるんだな、まあ、こいつちょっといいやつだしな。待って、なんか入ってる。え、カレー。ちょっと待って、まあ、確かにチョコに見えなくもない。そしてなんか渡そうとしてる人間がいるな。こいつ、こいつ反応しろ。お、秀才、仲裁は誰ももらえる人がいない。いやだがカレールー渡せるんじゃね。そんなことね。うん、あ、なんかメガネ取れた。あ、仲裁のメガネが取れて、でもしかしたら俺メガネつけたらめっちゃイケメンになるとかただメガネっ子になっただけだな。え、なんかさこの雲、おお、雲取れた。え、でさらに、ん、待って、キャラおかしくなってないか。え、これどうするんだ。こいつからなんかと、帽子取れたんだけど。他は、いや待って、え、これを俺がつけろってこと。路線がわからない、こいつはどこを目指してるんだ。待って、こいつに白ひげをつけさせればいいんだ。ごめん、許せ。え、まだ持てんの。じゃあさらにメガネいや、イケオジじゃん。え、あ、そしたらなんかくれんのか。くれた、道場でくれた。そんな喜ぶな、恥ずかしい。しかもその帽子陽キャのだぞ。さあということでステージ30、レア宝箱をめぐって、なんかどことなくちょっと前のぼっち回避とかにステージ構成似てるな。でも、え、いやこれあれだ、 VR だ、まさかの。なんか拾え、え、ヌライム、世界で一番弱いモンスター、たまに珍しいお宝を持っていることがある。メスに弱いメス、これ多分ちょっとお母さんになんかしたらキレられるよな。マニキュア塗ってんね。お、待って、これでお湯を沸かすんだ。お湯沸きました。でそしたら、おっと、お湯をゲットした。まさかそんなことある。なんか、え、なんかある、アタッシュ。お、何をすればいいんだ。スライムを作り出すか。やべ、あ、ヌライムが現れた。これでなんかゲームの世界入ったわ。持ち物は俺4つ。さあ、すげえ、これ戦えるんだ。え、ちょっとわかんないな。何これ、ヌメって、え、しかも、何も起こらない。待って、お、なんかゲットできる。よくわかんないけど一回倒す、いいのか。勇者の攻撃、めちゃくちゃ攻撃してる。はやぶさ斬りとかそういうレベルじゃ、あー、やっちゃった。あー、なるほど、こいつ押したらなんかレシピを覚えるみたいなの出てくるね。でこれにぬめった液、洗濯洗剤とか出てくるから、確かね、ぬめった液ってこれだよね、この道具に入ってたやつだから。これを取ってゲットして合成しよう。ぬめった液、洗濯洗剤、お湯で色、
これで合成できんだな。このピンクはじゃあ余るのか。さあヌライム合成どうだ。ヌライムか、あ、え、待って、これさ、なんか滅に弱いって書いてあったよな。なんかこれで合成できないか。このなんかピンク色にしたいんだけどできねえか。まあいいや、じゃあこれで。嘘、あ、これダメなんだ。あ、やっぱそうだな、メスにする必要があるんだな多分。あ、わかったわ。だからこれで最後の色ってところにこのピンク入れればいいんじゃない。うわー、大丈夫だ。これも一応マニキュアみたいなやつも色扱いだ。そしてきたー、ヌライムメス。これでどうだ、召喚メスヌライムが、え、ねっとり見つめ合ってるようだ書き方よ。宝箱手に入れた。これで良かったんだな。さあクリアか。あー、クリアだ。戦う必要はなかったんだな。さあそしてついに来たな CM が。さあてことで最後、はてなはてなはてな、え、ラッキーは突然に、もしかして、え、めちゃくちゃあの運動会みたいなやつですごい振られようしたあの同級生、え、まさかの結婚、なんかある、なんかある、なんかある、花がある。あ、これ取れねえか。あ、今まで、いや、俺の結婚式じゃないんかい。お前らかよ。まあ、でも今までの総集編みたいな感じだな。え、なんか花が取れた。待って、これヘビは、なんかヘビいるけど、これ取っちゃダメなんだよな、多分。こっちか。なんか花があるね。この中は泡がある。花出てきた。待って、花を集めろっていうゲームか？そこ掘るか？どうだ？花出てきた。最後、じゃあこのヘビか。ヘビ、あ、違う、だからこの袋に見させてヘビをね、ほらこの向きね、でヘビを出す、ほら、で、おー、そっちにあんのか、袋の方にあったわ。きたー、これで花束、え、ブーケトスってこと？ブーケトスもらっていいのか、これを、え、これって取っていいやつか。それは仕方ない、それは仕方ないわ。え、まさかの出会い。なんかハッピー、めっちゃハッピーエンドじゃん。 Thank you for playing. May you be lucky. いやー、めっちゃ良かったね。でもこいつラッキーボーイじゃないよな。